ここはマーメイドと呼ばれている人工の島。きっと本能的に気づいていたのかもしれません。私は普通の女の子ではないということを。あの時の私は自分の身に何が起こったのか全く分かっていませんでした。ですがこれが彼女との四季島ミレーとの運命の出会いだったのです。キリードライブ、マーメイド。重なる心、響き合う体、やがて一つになる物語。2015年10月放送開始です。